今日はですね、インターステラーっていう映画の話なんですけれども、私このインターステラー好きで何回か見たんですけれども、このインターステラーのあらすじなんですけれども、簡単なあらすじっていうのは、地球の環境がよろしくなくなって、人類がですね、他の星に移住しようとするんですけれども、2、3個の星を回るんですけれども、それぞれの星でですね、その星の環境によって人類が拒絶されるみたいな、突き放されるっていう、そういうような感じの映画なんですよね。ある星に行ったらですね、水はあるんですけれども、水だらけ、海だらけみたいな、そして津波に襲われたりとかですね、ある星に行って、そこには水があるんですけれども、すごく寒くてですね、地下何百メートルも氷が積もっているみたいな、そういう星だったりっていう、人間が世界から拒絶されるっていう、突き放されるっていう、そういうふうな感覚の映画で、この世界から突き放されるっていうこの感覚がですね、すごいリアルだなっていう、そういうふうに思うんですよね。これ他の例えで言うとですね、芥川龍之介の手記に、遺構なんですけれども、死後ですね、発見された遺構の手記の中にですね、農民作家との会話みたいな、そういうような手記があって、これですね、ある農民作家が芥川にですね、自分の書いた小説ってものを読んでもらいたいというふうに思って、原稿を携えて訪ねてくるんですけれども、その原稿の内容がですね、自分の生まれた子供をですね、殺して一斗缶に詰めて土に埋めたっていう、そういうふうな話なんですけれども、これをですね、この芥川がこの話を読んでですね、黙っていると、この農民作家が、この話は本当の話でね、自分の子供なんだけれども、この子供が大きくなってしまったら家族みんな食べれなくなってしまうんで、間引きしたみたいな、そういうことなんだけれども、芥川さん、このことをひどいと思うかねっていうふうに芥川は聞かれて、そしてさらにですね、芥川は何も答えることができなかったっていう、このようなですね、手記があって、このあとですね、芥川は、自分はですね、何かに突き放されたような感じがして、農民作家が帰った後もですね、ずっと黙り込んでしまったみたいな、そういうふうに続くんですけれども、芥川の世界とですね、農民作家の世界というのは違っていて、農民の、自分の子供を間引きして一斗缶に詰めて殺してしまうっていう、土に埋めてしまうっていう、こういうふうな農民の世界の方が、大地に根付いているっていう、そういうふうな生き方だと思うんですけれども、芥川はですね、そのような世界からは切り離された世界なんですけれども、しかしこのような農民作家の世界の話を聞いてですね、何か突き放されたような、そういうふうな気持ちがしたっていう、そういうふうなことだろうと思うんですけれども、このようにですね、世界から突き放されるリアルなものからですね、本当のリアルなものから突き放されてしまうっていう、こういうふうな感覚、インターステラーの話しかり、芥川龍之介の遺構のエッセイしかりですね、このように世界からですね、突き放されて、そして孤独の中で、途方に暮れてしまうっていう、そういうふうな感覚がですね、すごいリアルだなっていう、私、インターステラーを見たりですね、芥川龍之介の遺構を読んだりしていつも思うんですけれども、このようなですね、リアルな世界から突き放されるリアルさみたいな、そういうようなことと対照的な感じでですね、現代において、現在日本ではコロナ問題っていうのが収束しつつあるんですけれども、ちょっと前まではですね、コロナを撲滅するべきだみたいな、そういうふうな考え方があってですね、例えばどういうふうに撲滅するかというとですね、日本国民の多くに、検査を実施して、検査で陽性反応が出たらですね、直ちに隔離して、そしてコロナをですね、縮小、さらには撲滅に導くべきだっていう、このような考え方なんですけれども、
これですね、コロナをコントロールできるっていうふうに考えてるんですよね。ところが、ウイルスなんてものはですね、コントロールはできないもので、コロナを撲滅するってことはできないんですよね。すなわち、コロナに、ウイルスっていうものに人間っていうのはですね、突き放されてしまうっていう、そういうふうなことってあり得るんですよね。コロナはもしかしたら撲滅するかもしれないですけれども、次のコロナ的なウイルスは撲滅できるとは限らないんで、大体においてウイルスっていうのは撲滅できないんで、このようにですね、ウイルスに、突き放されてしまう、世界に突き放されてしまうと、そういうことあり得るんですよね。でもですね、なかなか突き放されたくないみたいな、なんていうんですか、世界っていうものにはですね、道徳とかですね、モラルとか、そのようなものが、規定にですね、世界の底には存在しているはずだみたいな、こういうふうな考え方はですね、結局コロナは撲滅できるはずだとかっていう、こういうような考え方になって、おそらくインターステラー見てもあんまり面白くないんじゃないかなっていう、世界のモラルの、世界のそこにはですね、モラルっていうのがあるでしょうけれども、そのモラルの、その下にはですね、モラルとは関係ないような、人間のモラル何それみたいな、そういうような世界っていうのが存在してるみたいな、そういうのあると思うんですよね。その、モラルの底にあるリアルな世界みたいな、そういうふうなことをな、そういうことになかなかですね、触れることはできないんですけれども、そういうふうなことがあるんじゃないかっていう、そういうような予感を喚起してくれるような、そういうふうな映画だったんじゃないか、インターステラーはっていう、そういう話になりますね。これ他の話にもですね、どんどん展開できるんですけれども、日本人の多くはですね、例えば天皇制なら天皇制いいんですけれども、天皇制っていうものをですね、価値があるっていうふうに思ってると思うんですけれども、私天皇制を維持すればいいと思うんですけれども、天皇制っていうのはある種の、モラルっていう、道徳っていう、そういうふうなものだと思うんですけれども、その天皇制の底にはですね、そのモラルや道徳と何の関係もないようなリアルな世界っていう、そういうものが存在していて、存在しているだろうというふうに思うんですけれども、インターステラーやですね、芥川龍之介が感じさせてくれるような、そういうような、真のリアルっていうものがあると思うんですけれども、なかなかですね、そこまで降りていく必要はないだろうと。もう天皇制っていうものがあるのなら、そのモラルで、日本っていうものが踏みとどまればですね、それはみんなが幸せになれるんじゃないかなっていうふうに、多くの人が思っているんで、天皇制っていうものがここまでですね、維持されてきたんでしょうけれども、その天皇制の底にはですね、さらに、人間を拒絶するような、日本人を拒絶するようなですね、そのような真のリアルがあるっていう、そういうふうに、思ったり、したりしますね。今日の動画はですね、インターステラーっていう、そういうふうな映画を見てですね、人間というのは最後の最後でですね、世界から突き放されるんじゃないかっていう、そういうふうな、思いを考えを抱いたっていう、そういう話になります。今日の動画は以上になります。